ビーチボーイズや GTO などでブレイクした人気俳優、反町隆史さん。反町隆史さんの現在の年齢はいくつになるのでしょうか。今回は反町隆史さんについて調査しました。また反町隆史さんの子供の年齢も見てみましょう。反町隆史さんは中学3年生の時にジャニーズ事務所に入所し、光源氏のバックダンサーなどを務めていました。その後モデル事務所へ所属しファッションモデルとして活動を始め、パリコレにも出場されています。そして1994年には、現在の所属事務所、ケンオンに移籍すると俳優デビューし、1990年代半ば以降には、ドラマ、バージンロードや、ビーチボーイズ、GTO など数多くのヒット作品に出演されています。では、反町隆史さんの年齢について見てみましょう。反町隆史さんの生年月日は1973年12月19日生まれであり、現在の年齢は49歳です。そのため、反町隆史さんは、2023年の誕生日を迎えると年齢50歳になります。続いては、反町隆史さんの本名について調査しました。芸能人の中には、本名で活動されている方もいれば、本名を隠し芸名で活躍されている方も多くいます。反町隆史という名前の名字は珍しく、あまり聞いたことがないので本名ではなく芸名なのでしょうか。反町隆史さんの本名について調べたところ、反町隆史という名前は芸名であり本名ではないことが判明しました。反町隆史さんの本名は野口隆史氏というそうで、名前はそのまま本名を使っていますが、名字に関しては本名の野口ではなく芸名を使っています。実は反町隆史さんは俳優として芸能界デビューしたのではなく、デビュー当初はジャニーズ事務所に所属して、光源氏などのバックダンサーを務めていた経歴を持っています。中学3年生だった当時は、反町隆史という芸名ではなく、本名の野口隆史氏で活動されていたようです。そして高校生でモデル事務所に所属し、ファッションモデルとしてパリコレでも活躍した反町隆史さん。その頃も本名で活動されていたそうです。その後、1994年に現在の所属事務所であるケンオンに移籍し、反町隆史という芸名で俳優活動を始めました。続いては反町隆史さんの出身や生い立ちについて調査しました。先ほども少し紹介しているように、反町隆史さんは中学生の時に、ジャニーズ事務所に入所し活動されていました。きっと子供時代からかなりイケメンだった反町隆史さんは、どんな生い立ちだったのでしょうか。まずは反町隆史さんの出身地について見てみましょう。反町隆史さんの出身地を調べた結果、公表されている出身地は埼玉県浦和市であることが分かりました。反町隆史さんの出身地である埼玉県浦和市は、2003年に合併されたことで現在は埼玉市南区になります。埼玉県浦和市は埼玉県南部に位置していた市であり、2001年に合併により埼玉市となった後、南区に分けられたようです。反町隆史さんは埼玉県浦和市の出身であり、1973年12月19日に野口家の長男として誕生しました。反町隆史さんの家族構成について調べたところ、反町隆史さんは父親と母親、そして姉が一人いることが分かりました。反町隆史さんの姉の年齢は一つ年上の現在50歳だそうです。また両親や姉に関しての情報はほとんど不明でした。また反町隆史さんの実家についての情報を見ていると、反町隆史さんの埼玉県浦和市にある実家は、超高級住宅街にある豪邸で、かなりのお金持ちであるとの噂があることが判明しました。しかし地元に詳しい方の情報では、反町隆史さんの実家が豪邸でお金持ちという噂はただのデマで、実際の実家はごく普通の家だと明かしていました。反町隆史さんのイメージから、勝手に実家がお金持ちという噂が広まっただけのようです。反町隆史さんはサッカー選手になる夢がある。反町隆史さんは小学2年生の頃にサッカーを始め、中学時代もサッカー部に所属していたそうです。また幼少期から釣りも好きで、現在もバスフィッシングが趣味と言われています。反町隆史さんは、子供の時の夢がプロサッカー選手か漁師だったそうです。ちなみに反町隆史さんは現在、利根川バスクラブに所属しており、バストーナメントでは入賞経験もお持ちのようです。そして反町隆史さんの小学生時代についてです。反町隆史さんの小学生時代について調べたところ、反町隆史さんは小学生時代、人気ミュージシャンである尾崎豊さんの大ファンだったそうです。
尾崎豊さんのようにバイクをかっこよく乗り回している姿や、思いのままに歌った数々の名曲には、子供ながら憧れを持っていたようです。次は、中学時代についてです。先ほどからも紹介しているように、反町隆史さんは中学3年生の時にはジャニーズに所属し、光源氏のバックダンサーとして活動されていました。反町隆史さんがジャニーズに入ろうと思ったきっかけや、ジャニーズのオーディションなどの情報はありませんが、反町隆史さんは当時からかなりイケメンであったことでしょう。続いては反町隆史さんの学生時代からの経歴や、気になる学歴について紹介しましょう。反町隆史さんは現在49歳であり、芸歴はすでに30年ほどだそうですが、どんな経歴なのでしょうか。反町隆史さんの経歴一つ目は、ジャニーズ時代についてです。反町隆史さんは中学3年生の時に、ジャニーズ事務所のオーディションに合格し入所。ジャニーズ時代は本名の野口隆史氏で活動されており、光源氏のバックダンサーとして平家派に所属していました。反町隆史さんの経歴二つ目は、モデルに転身についてです。中学3年生の時にジャニーズ事務所に所属し活動していた反町隆史さん。高校生の16歳になると、ジャニーズを退所しモデル事務所に移籍しました。そしてジャニーズアイドルからファッションモデルに転身されました。反町隆史さんの経歴3つ目は俳優業についてです。高校時代にはファッションモデルとして活動されていた反町隆史さんは、1994年の年齢20歳頃にモデル事務所を退所し、現在所属している事務所、ケンオンに移籍されました。ケンオンに移籍してからは本名ではなく、反町隆史という名前に改名し、その後は本格的に俳優活動を始めました。反町隆史さんの俳優デビュー作は、1994年のドラマ、毎度ごめんなさいです。反町隆史さんの経歴4つ目は、結婚についてです。反町隆史さんは2001年に女優の松嶋菜々子さんと結婚されました。反町隆史さんと松嶋菜々子さんは、1998年に放送された大ヒットドラマ GTO での共演が、きっかけで交際が報じられており、その後大物カップルの結婚で世間を賑わせました。反町隆史さんと松嶋菜々子さんは2001年の結婚以来ずっと、憧れの芸能人夫婦、美男美女夫婦などと、言われているほど注目されています。反町隆史さんと松嶋菜々子さんは、共に1973年生まれの同年齢であり、二人の相性も抜群に良いそうです。最後は反町隆史さんの子供の年齢について調査しました。反町隆史さんは2001年の年齢27歳の時に、女優松嶋菜々子さんと結婚されています。その後、松嶋菜々子さんとの間に二人の子供が誕生されていますが、その子供の年齢などを紹介しましょう。反町隆史さんには現在二人の子供がいると言われています。第一子は2004年5月31日に誕生し、第二子は2007年11月30日に誕生しており、二人とも性別は女の子と言われています。反町隆史さんは子供の頃、外で遊ぶことで様々なことを学んだ経験から、自分の子供たちにも自然の中で、多くのことを学んでほしいという思いがあるそうです。反町隆史さんは琵琶湖のほとりに別荘を持っており、別荘で過ごす時には子供たちと一緒に、自分の趣味であるバス釣りをやったりするそうです。また反町隆史さんは子供の学校の参観日や、運動会などには積極的に参加したり、子供の習い事の送り迎えなど、とにかくかなりのイクメンとも言われています。反町隆史さんが以前出演した徹子の部屋でも、夫だって親の一人、子育てには積極的に参加したいと語っていました。反町隆史さんは現在もドラマや映画など、俳優として活躍されています。年齢49歳になっても変わらずイケメンで、さらにイクメンであると言われている反町隆史さんの、今後の活躍も期待していましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。